どうも、カム太郎です。今日はホンダソロの前後のスプロケットを交換したいと思います。交換の理由なんですが、先日ドライブチェーンを交換したんですが、この2本どちらを使ってもどうしてもなんか異音が聞こえてくるということで、もうおそらく、スプロケットの摩耗なんじゃないかなということで、交換します。走行距離自体がもう4万キロ走ってるので、そろそろ交換じゃないかなという感じもしますが、スプロケット自体は、まあ、見た感じそんなにおかしな形はしてないんですが、まあ、一応もうスプロケットを交換ということで、用意しました。キタコの13T というのと 42T、 13丁と42丁の、刃の数のものを、準備しました。フロントスプロケットのボルトなんですが、この、まあ、10ミリのソケットレンチで、ギアを一応一速に入れた状態で、瞬間的にこうクッと、力を加えると特に問題なく回りました。油でこれギトギトなのでそんなガチガチにはなってないみたいです。特に問題なく外すことができました。2本のボルトを外してこのスプロケットを固定している金具を少しこうずらすとこのように固定する金具が外れます。そしてあとはこのプロケットも少しひねるとなんかカチャッと外れたりします。このように取り外すことができます。ここに新しいスプロケットをつけていきます。新しいスプロケットはまずスプロケットを装着して、これも固定の金具を、取り付ける、そしてボルトで固定するだけです。フロントスプロケットをはめました。フロントスプロケットは、このキタコの場合、穴がたくさん開いてたのでどれか、一瞬わからなくなりましたが、幅が、この穴と穴との間隔が一番狭いところが、ボルトを通す、穴でした。そのスプロケットの一番間隔の狭い穴と、この、留め金との穴を合わせてボルトを突き刺します。そしてしっかり締めれば OK です。装着すると少しこれガタガタします。かなり遊びがあるんですがこれが正常な状態ですので、気にしないでください。次に古いチェーンを外したいと思います。チェーンの脱着の時に、砂などがチェーンに付着するといけないので、このように、段ボールを引くといいと思います。遅延のどっかに、クリップが1箇所あるのでそのクリップを外して、この古い遅延を外そうと思います。フロントスプロケットの比較です。このように並べてみると、刃が細っているのがわかると思います。これで4万キロ走行した状態になります。リアタイヤを外すために、後方を持ち上げる必要があったので、このように、ブロックを引いて、車両を持ち上げました。少し重いですが、ブロックは片方ずつ、かけていけば、なんとか、ブロックを下に引くことができます。右側はマフラーの下、そして左側はスタンドのところに、それぞれブロックを置いてあります。
タイヤももうすでに取り外しました。このように、アクセル、シャフトを、引き抜きました。ブレーキ、のユニットなどが、落ちるので、部品をなくさずに、してください。4箇所の、ナットを取り外しました。これでリアスプロケットは取り外すことができるんですが、外して気づいたんですが、このスプロケットの横についている、おそらく遅延が、外れた時に、下に落ち込まないようにするための金具だと思うんですが、このようにリベットで止められてます。ので、もうこれ取り外すことができません。純正だと、この状態で売ってるみたいですが、純正じゃないものを買っちゃったので、このように、枠がついてません。しかし、おそらくこれで問題なく使えると思うので、今回は、この状態でつけていきたいと思います。リアスプロケットは、刃の数が多いので、あまり、刃が細ってないかなと思ったんですが、比較してみるとやはり、少し、刃が細ってます。新しいスプロケットをボルトで固定しました。でこの際このように、引っ張り上げると、中にこのベアリングが入っているのを思い出しました。今回購入してないので交換できないんですが、一応グリスアップだけ、しておこうと思います。針のようなもので、このゴムパッキンを、取り外して見てみました。やはりこれグリースがもう全然ない状態でした。今度またこのベアリングごと交換したいと思いますが、急遽、グリスアップだけしておこうと思います。今回の交換で想定外だったのは、やはりこの、ソロの場合リアスプロケットについているこの遅延脱落防止金具みたいなのが取れなかったことです。今回仕方がないのでもうない状態でつけましたが、もし遅延が外れるとおそらく、この下あたりまで遅延が落ちるだけだと思います。が、まあ、遅延自体が外れないように、普段からしっかりと遅延を貼ろうと思います。そして、これもタイヤがついている状態ですが、一応、このような順番で、金具を取り付けて、そして、アクセルロッドを、このように突き刺した、状態になります。で、あとは、このブレーキ関係のものを直していくだけです。ブレーキロッドに対して、あるいはこのブレーキのユニットが回転しなくなるようにするためのものに対しての、これらの金具を、取り付けたいと思います。ブレーキバーの、ナットと、このブレーキユニットの固定をするためのバーの先端のナットを止めました。こちらは割りピンでネジが外れないようになってますが、この割りピンは今回再利用で済ませました。そしてこのブレーキバーの方のブレーキロッドバーの方のこのアジャストナットなんですが、このアジャストナットはブレーキ調整の時にもいじりますが、極端にこれ締めすぎるとこのブレーキがこのリアブレーキのこのセンサーに影響しますので、ブレーキがかかった状態でずっとテールランプ等が作動しますので、これセンサーに影響するので
まあ、あまり締めすぎないようにした方が良さそうです。次に、遅延を下げはめる作業をしたいと思います。遅延をしっかりと貼って、アジャストナットでしっかり、調整をした後に、もうカバーも、つけてあります。遅延オイルももう塗ったので、あとは試走をして、異音がないことを確かめて終わりとしたいと思います。